に隠れて思い出がいっぱい無邪気な笑顔の下の日付は遥かなメモリー時は無限のつながりで終わりを思いもしないで手に届く中は限りなく澄んで君を包んでいた大人の階段登る君はまだシンデレラさ幸せは誰かがきっと運んでくれると信じてるね少女だったといつの日か思う時が来るのさ きらり木漏れ日のような眩しい思い出がいっぱい一人だけ横向く記念写真だね恋を夢見る頃ガラスの階段降りるガラスの靴シンデレラさ踊り場で足を止めて時計の音気にしている少女だったと懐かしく振り向く日があるのさ大人の階段登る君はまだシンデレラさ幸せは誰かがきっと運んでくれると信じてるね少女だったといつの日か思う時が来るのさ少女だったと懐かしく振り向く日があるのさはい、ありがとうございました。H2O さん、思い出がいっぱいですね。はい、これも私ね、本当に思い出深い漫画、少年サンデーで連載されていたみゆき、足立みつる先生の作品なんですけども、このみゆきがテレビアニメになるってなって、すごい心躍りましたね。というのもずっと読んでたんでね、本当に。まあストーリー的にはね、ネットで検索していただくと分かるんですけども、血のつながらない妹が高校生の主人公のもとにある日突然やってくる。で父親はまあ海外で仕事をしていて不在で高校生一人で住んでいるところに。もう同じ高校に通う妹が転がり込んでくるっていうね血のつながらないしかも初めて会う妹さあどうなるのかっていうところがね毎回読んでドキドキしてましたね、はい、もうねいやらしいこと想像しちゃいけないんですけどね、あそこでね私もね当時ような感じの、まあ、学生でしたからね、はい、似たような環境にはないですよ、ね、もう高校生の頃って常にいやらしいことばっか考えてるじゃないですか、
さあということで皆様また次回の動画でございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。